山マのピカイチラジオさあ、えー、金曜日の夜になりました皆さんこんばんは山マですこんばんは吉本新喜劇のすっちぃですこんばんはアナウンサーの古川恵子ですえー、今宵もどうぞよろしくお願いいたしますあのですね、はい、これちょっと言い方難しいんですけど言い方が難しいえっと今日初めて <laughs>、はい、このラジオを、はい、聞いてくださってる方が、はい、全国で、はいうん 全国で全国で、うん、何人かいるはずなんですよ何人か今日もうほんまにあ一1回目ちょっとどんなんか聞いてみようどんなラジオやろうと思ってそれらもうたまたまついてた、ええ、いやたまたまっていうか、はい、もう「えっと山ろのピカイチラジオ」っていう毎日放送の番組が、うん、実際はどんな番組なのかっていう興味を持って、うん、なぜかというとですね、うん これ難しいのない,い,つももういつも言ってるからいいんですけど、はい、木曜日の夜だから前日ですよ、はい、今ははい今ね、はい、でこの金曜日のための録音をしてるわけです,そうですね、はい、でこの金曜日の朝の9時から僕は文化放送さんのラジオにゲスト出演してるんですよ、はい、ということは今朝の<え>9時に「時にどうも!」って言って「はい。 はい、しゃべり終わっています終わってますもんはずですはい <laughs> 若干の不安はあるんですけど <laughs> 未来の話ですけど今過去みたいにそうないちょっと気持ち悪いんですけどね、はいはい、だからちゃんとその放送がオンエアされたとして、はい、それはなぜかというと「うん、山広のピカイチラジオ」という番組がどんな番組かっていうことを説明してますので、うん、はい ラ別のラジオであ整理立てといいますと <laughs>、はい、文化放送の朝の帯の番組で「はいえー、お隣さん」っていう番組があります、はい、8時から11時の番組なんです、はい、で月曜から金曜までパーソナリティが違いまして、はい、金曜日の、えー、パーソナリティが、はいえー、アンガールズの山根さんなんですその金曜日のお隣さんの中に「何かな教えて、うん、全国ラジオスター」うん っていうコーナーナがラジオスターはい<う>でで山根さんがもともと地方のいろんなラジオ番組を聞くのがどうやら好きみたいで,、はい、でこんな番組あんな番組っていうのを紹介してる、うん、コーナーなんですそれに、えー、だから明日というか今日というか3月3日の午前9時から私はラジオスターとして、うん。うん 登場てるはずなんですよねこれから出るけども今このラジオ聴いてる方にとってはもう終わってますね。でピカイチラジオについて語ってるので今まで知らなかった方は今日初めてこのラジオ聞いてくれるほどなるほどもうどんなんやろうなとそんなことやってんのかとええもちろん名物コーナーはっていう中で山広社交クラブ山本社交クラブを 言ってるはずなの。ではい。はい。だから。今全部喋って、明日、朝その通りやったらどうですか。そんな難しいことそんな。難しいですよね。全部言うて、言ったものの、ずっと話の流れで。喋られへんことも出てきたりもするやろうし。予言のように全部。でも間違いなく。はい。 そラジオでそんな,なんていうか、うん、禁断の恋とか、うん、まあ人に言えない恋をみんなぶつけてきてくれるわけで、うんはい、それをこう堂々と毎週10年もやってるっていう話にきっとなるので、はいはい、どんな番組やねんと思って聞いてくれてる方がいるはずなんですよ。山根ささん、うん聞、はいてくだったですかねこれが、うん ちょっと僕は舞うつばやと思ってていやあのアンガールズがチャチャイレマンデーにこの半年の間に二三回来てくれてるので面識はありますよでどうも山根さんもあのこの間もカンテレで一緒になったって覚えてくれてたみたいなんですがこのオファーがあったのが先週の木曜日か水曜日ぐらいなんですよつまり一週間ぐらい前なんですよ普通結構ね東京やしもっと仕込むやろもうちょっと先々まで決めますよねってことは これゲスの勘繰りですけど。誰かドタキャンかな。ああ、断られた。誰かおらへんか。なんかそんなね、ちょっと匂いもするんで。それは明日、放送、明日、だからもう今日やけど。はい、確認できたのかどよ。僕ぶつけたいんですよ。ここはね、なんかスタースター言われてね、出てきたはええけどね。ほんまかと。ピンチしたじゃん。か山広なら空いてるやろうみたいな。はい。 ことなんですけどまあちょっとねどんな展開になるのかうんょっともう一つはラジオだから二つ返事で「はい出ます出ます」って言ったんですけどてっきり電話出演やと思ってたんですけ今まで東京のねたまにラジオでね大昔ですけどね誰かに言われて電話でちゃっと喋ったことがあるんでそのノリで答えたらえらいもんやなやっぱりコロナっていうのもあったんですかねリモートでね 顔を見ながらやりたいとほう、うん、そんなことやったことないかなほうズームとかあんな感じでね、はい、パソコンでそれをね、うん、できてたかどうかできてたかどうか、うん、だから、えー、あれなんていうのパソコンにつないで、うん、URL を向こうの人が送ってくれてるはずなんですよそうでそのメールの URL をそう何取り込む クリックしたら画面が現れて向こうとつながってラジオですからオンエアは音だけですけど、うん、こう顔を見合わせながら「うん、どうもどうも」ってしゃべるはず、うん、で音もクリアになると、うん、だからもしそれが朝の朝、うん、うちの奥さんもなんか美容室行くみたいで、うん、あららら,ら,ら手伝ってくれないまだうちのの奥さんの方が ちょっとは詳しい、うん、でも僕一人でやるので、うん、うんと声が電話やったら失敗してたパ <laughs> ソコン用意開かへんかったなって、ね、ものっそ,それが一番緊張するんですけどね難しいですよね <laughs> 大丈夫かなもう一個トラブルになってもパニックですよね,うすねあもう全然あかんと思いますうも,うもっともっと苦手、うん で一応、あの、音用に。はい、ヘッドホン。はい、はい、そう、なんかマイクがないとね。すごいやん。こ、はい、ういうものを。はい。<ー>うん、アメフトの監督みたいな。<laughs> こん、こんな感じで。ヘッドホン。はい。 登場しようかな。やっぱハゲの人ってヘッドフォン似合いますよね。あのな似合ってそうですね。フィット感がね。髪の毛二日身型がちょっと崩れるで髪の毛でふわっとしている部分がへこむからちょっと違和感あるけども綺麗に乗るね。あのな綺麗には乗るよ最初は。そやけどだんだんずれるよ。あそうか。摩擦がね。汗と一緒で髪の毛ないからスラっと。 もう楽しみや、これは、<laughs> 出てからのああ。そのな。あの、はい、スーさんが貸してくれたゲーム用の、なんか。仕掛けのあるヘッドホンらしいんで。光るやん。あの、パソコンに挿したら光るんほ。で、その光る、えー。<laughs> ヘッドホンをかけて「うん、どうも!」って最初った時出た時に <laughs>、はあ、山根さんたちがどう受けてくれるかな楽しみはあるんだけどそういう意味でもやっぱりリモートでは必ず成功させたいなと。うん、美容室1回貼る前に一応

あなたが今僕のことをヘッドレストあ滑るからなーとか言いっていろいろ言ってくれたじゃ、はい、ないですかいやもうそのいじりが楽しくて楽しくてっていうリスナーさんと先週の木曜日このラジオ録音終わってから例のいつものようにアフターアワーズに僕はクールダウンで飲みに行きました、はい、そしたらドア開けたらカップルが座っててうわーとかって驚いてはるんですに いつも行ってるから、うん、ひょっとしたら色に違うかと思って、うん、来て飲んでたら、うん、ほ,うほんまに来た <laughs> ほんまに来ただれー言うて<笑><笑> はげてるてだい!」言うて違うそんななちょっと上の方生えてきたでう自分だな生えてるかどうか分かんへんで私らは言うてえい加げにしや何ぶりすなさい言うてもそんななぶしつけなことを言わない心で思っててもそんなんいっぱいあんねやこれでお礼状が来てるんですよメールが西宮のおっさんさんから先週アフターワーズご一緒させていただきましたとで 本町辺りで食事をした後もう一軒行こうかってことになって、うんえー、僕がラジオでしばしば言ってるアフターアワーズへ行ってみようと初めて行きました、うん、これ迷って迷って前のアフターアワーズの店まで行ってない、うん、から電話してきて、うん、で場所を教えてやっとたどり着いたらしいんですけど。うんうん でそこで、まあ、いろいろ写真も撮っていろいろ楽しかったですって言ってるね、うん、で5年以上前になると思いますが、えー、仕事帰りの地下鉄の中で初めて耳にして面白いラジオだなと思い以後聞聴かせていただいております、うん、もう話1時間ぐらいしてましたけどめっちゃめちゃよう知ってるヘビーリスナーさんはねありがとうございます<ー>ありがとうございます、はい、とともに、うん、その西宮のおっさんは、はい、いやもうスッチーさんの山色さんいじりが楽しくて楽しくて,しくてと。<laughs> うん ヘッドホンがずれるあず,ずらずれるやろっていうでももうすちコさんで新喜劇出てる時に何べんも何べんも何べんも同じようにもうやり倒すようにもっと いいってほしい。<laughs> もっといけと。<laughs> もっといけと。いやもうたいが言ってるよね。そんなもん考えてみいな。十、うん、歳も年上やで僕が。ちょ、はい、っ年上の人間捕まえて、<ー>散々言ってるじゃん。そうですね。割と言わしていただいてますね。<laughs> 言ってもらってますよ。はい、言ってもらってますだその二隅阿おっさんさんはもっと言ってほしい。はいは 確かに一之輔師匠とかはもっと行きますからねまああの人はもうね関西ハゲ界のトップリーダーですからねそうですね本当にそういう勢いで行ってくださいっていうねなるほど楽しみにしてくださっている方がいらっしゃるとそうなんです西宮のおっさんは 女の人と一緒に今飲みに来てたんですけど、はい、その人は全然お酒飲めないんですよ、はい、なのにもうなんか変えることもあんまり気にせず、うん、あのビールばかり飲んではったんですけど、うん、あまさ缶ビールもう一つ缶ビールもう一つで普通ちょっと気遣うじゃないですか、うん、相手の飲めない人飲めない人のことを自分ばかり飲んでて、はいはい、どんどんお備わっていくわけですから、うん これはちょっと社交クラブ的。あら。あら。なるほど。大丈夫ですか。言っちゃって大丈夫です。か西宮のさんとしか言うて。まあまあ。ラジオネームだけやから。と僕は。おいくつぐらいのおじ三十代。おお。多ですね。うん、多分、で、若く見えるんやったら、四十代前半。でも、多分三十代やと思うんですよね。うん、まあ、シュッとしたね。ええ。 男前な人で,そなで女の人もおしとやかで「はあ、で山広」っていうのでもう一つピンときてなかったんやけど「うん、ニュースはずっと見てたから知ってる」って言って「<ー>でもラジオは聞いたことないから今度聞きます」って言ってたんで、はあ、この放送は聞いてるかもしれない<ー>ここにも初めての方が、うん、いらっしゃったかもしれない、はい、ご夫婦じゃない感じだったんですか夫婦やったら、うん、うちの、まあ 妻ですとか。まあ、そうですね。そうか、そうか、言い方。言いません。なんともいい感じの。ひょっとしたら付き合ってないのかもしれないですよ。これから。これから。雰囲気的には。いや、僕は付き合ってると見た。なるほど。社交クラブをやってるとね。そういう目でずっと見てしまう。見ちゃいますよね。ほんまね。これどういう関係やろみたいな。だから、もう。ほんまにもう、すっちはいつもぼやいてますわ。とは言っときました。 一般の人はって<ー>いうね,ね<ー>と言ってきましたけど、はい、え全国の初めて今日この番組を聞く方はこの後も登場します、はい、山本社交クラブっていうのがまあね、はい、目玉のコーナーなので、うん、それをやりたくて曲ををやめたたんですもんねそれをやりたくて <laughs> 社交クラブをやりたくて曲アナやめたんじゃないない,いやラジオがしたくてやめたんですよ誤解のないように。はい で何と言っても古川恵子アナウンサーが淡々と「曲穴のままやってますからね」曲穴のままでよう読めるなっていう言うときますけど私社員でございますんでねそうでしょうただ歴代の社長からは許可をいただいております素晴らしいありがとうございますいいよと頑張れよろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますでもう一つスッチーがこれこのポスターははい 大福でも食べたの違います違います粉まみれみたいなイベントしますねこれイベントですかはいあの「すちのじょう一座春休み特別公演」「春らんまんやる気まんまんコントンともんもん」というねイベントなんですけどもこれ吉本新喜劇の中でも出てくるキャラで「すちのじょう」っていうのが「春雨すちのじょう」っていうのがおるんですけどもちょうど今週の土曜日が毎日放送のお昼の「うん」 新喜劇でちょうどオンエアなんですけどもそのキャラクターなんですけど、まあ、あの一般的には結構すち子さんの方が知っていただいてるんですけどそうですち、ね、のじょうっていうのもあれば、うん、刑事のすち山田亮っていうのもああそうやはいはい、はい、で結構これ僕好きなキャラで、うん、口の周り白く塗ってるのは、うん、あの全部塗るとお金かかるから <laughs> <laughs> でやってるっていのだから、あのー、お芝居の中ではいつも吉本新喜劇の中では、はい、その七之助一座っていうところの座長さんがなんかこう今度の放送では参観日息子の参観日に来ちゃうとかあとはあの旅館のアルバイトをしてる病院にこう入院してて他の患者さんとちょっと絡む。かだらその やろ大衆演劇のちょっと変わった座長さんが、うん、いわゆる普通のところに、うん、その大衆演劇のノリのまま現れたらどんなんやっていうお話なんですけどメイクもも衣装も全部ね、はい、その「土の上一座」っていうのが、はい、普段はどんな公演やっとんねんと、えー、っていうのを実際やってみようじゃないかという。 イベントなので、いわゆるその吉本新喜劇として見せるのではなくて、うん、この春雨土の城一座の公演をそのままやっちゃおうっていう。なるほど。はい、そういうことか。曲、はい、パターンですね。劇中劇の激動だけを取り上げるってことですね、うん。そうですね。その、うん、そこに出てきた、うん、土の城が普段 本来はどういう公演をしてるんだるっていうのをやってみようという本物の,す土の上一座の講演やこれっていうことなんですよ<ー>、はい、ですからもう公演を通してもう一つのお話というか、はい、っていうイメージで捉えていただけたらありがたいかなと思うんですけどもなるほどねまあなんせあのー。 ちょっと京都ということもございまして、園か月でやるんですけども、はいはいで、3月の17日金曜日と18日土曜日、2日やるということで、うん、ちょっとあのチケットの方も分散しちゃいまして。 はっきり言うと売れてませんまだだから知らない人がもうちょっと来るんちゃうんかと思ってたら「おいおいそんな伸びてへんな」ということでほんで今日蘭ちゃんに「助けて」っていう動画を送ったんですはいもちろんそうでしょうほんなら「告知しましょう」って言ってくれてで出演者がですね昨日 木曜日にに決まりまりして、はい、完璧に今までは僕と千葉公平、はい、え前田真美清水賢治他ってなってたんですけども、はい、え17日,日のみゲスト出演で吉田裕君ほんで他のメンバーといいますと、えー、結城里奈さん、うん、あのー、チャンバラトリオの、えーうん、結城師の娘さんでございます、はいはい、で森川隆二さん、うん、えこの方もえもともとあのー 宮古町長さんの先生の,あの最後のうち弟子ではいろいろお芝居とかもされててはい大輔花子師のところのお芝居にも出たりとかはいでいろいろあってこう今回あの新喜劇に。 入ってまだ2年目3年目ぐらいの方ですね、うん、えー、僕よりも全然年上でございます、はい、あとタックル長いうん、うん、彼もあのチャンバラ、えー、トリオのあの若手として、うんえー、チャンバラも結構できるんですけどもね、うん、で松本雅忠っていうちょっとヒゲの濃い男の子、うん、で田畑雅人っていうこの間来たあと佐藤美宇ちゃんって言って、あのー、まだ21人の子なんですけども、はいえー、マドンナ候補と思いきや結構 ボケがでできる子そんな子も出ていただけて2日間やるんですけども17日の金曜日が19時半開演で18日の土曜日が18時半開演でございまして前売りは2800円当日は3000円でございましてチケットは現在発売中でございますんでぜひ来ていただきたい月そそううでですすねね観光はい。 まあ金曜日だったら7時半なので仕事帰りでも全然間に合う時間ですん。どんな感じになるのか前田真美ちゃんがね、えーあのー、結構、あのー、普段から大衆演劇とか見に行っててあ<ー>、はい、結構いろんなことを教えてもらいました。どんんなな感じなんって 僕も一度見に行ったんですよ勉強のために。でまみちゃんからもいろいろ聞いてて最初に困難がありまして途中でちょっと座長の挨拶があってそのあとちょっと次回の公演のチケットの手売りなんかがあったりとかそういういろいろ聞いててでちょっと掛け声なんかのあれも面白くて「座長!?」とかお客さんがあのの結構そ 影マイクで言ってるのか、結構入ったりでする。んですね、お客さんが言う時もある、あるんでしょうけども、はい、あれ大衆演劇って。はい、おひねりとかって。はいうん、つきものじゃないですか。はいはいうん、これはどうなんですかね。ねこれは別に、あの、おひねりしてくれとは。 はい、それは別に今のところはまだいいですか、ね、は,はい。もらえるもんならもらう。うん、<laughs> ただ、おひねりをもらったときに、それをどういうふうにすべきなのかが分かってないので <laughs>、うん、かんのです確かに、首からわーってこうやってらもらうじゃないですか。レインでね。みたいな、ねねうん、あれもその、多分一座一座によって違うのかなどうなんでしょう それを座長さんがもらうのか全員で割るのかそれは終わってから決めたらええんちゃうなのでそこはもう全然気が付かないでください分け前の話かんかね髪の毛止めるようなパチンってするようなクリップになってるようにあれがね売店で売ってましたわとかそれを入れる用の綺麗なそのんていうんですかポチ袋のおっきなようなああいうのとかそれ全部 おひねりを,ねりを多分そうやと思います。やわそうやわ。<ー>はい。あだ綺麗なキラキラと飾りのついたやつとか。は,<ー>はい。僕昔新世界のそういう大衆演劇に何回かその取材で行きまして、はい。うん 確かにいろんなパターンはあるんやけど、うん、あれおひねりを渡すのがものすごく楽しみにしてるお客さんとか何回もきはる人でした。す,ね、<ー>すごいなあれ何色の札やとかこうメイクらしいながら。<laughs> 青か茶色かみたいな、うん、すごいなっっ、まあ、そういうのもね飛び出したら面白いですけれども。はい、まあ言うてもあのー、ね土の上一座なので、うん、あのー、皆さんが。 やってはる大衆演劇のようなことにはならないとは思うんですが、うんはいま、ちょっと違う、ね、ちょっと変わった一座というふうに見ていただけたら。うんうん いいかなということでございました。これは楽しみです。はい、つものスチこさんと違って、こういうまあメイクというか、スチさんかっこいいですね。かっこいいように見えるでしょ喋り方。何言ってるかわからへん。あの気持ちが入りすぎると、芝居口調になってしまうっていう。芝居のなんか、力入ってもうたような喋りになってまうという、そういうキャラクターでございますので。はい。 ぜひ,ぜひぜひぜひ三月十七日金曜日十八日土曜日祇園花月へお越しください。はい。 さあこの番組初めてお聞きの皆様いろんなコーナーがございます、はい、怒りの投稿街中モンスターハンターでは皆さんが街中で目撃した腹立たしいモンスターの報告をお待ちしておりますそして山本社交クラブ皆さんの恋の話教えてください、うん、ピカイチ価値観調査これどやねんでは皆さんがこれどやねんと思うことを寄せください私たち三人はどう思うかお答えしております メッセージをご紹介した方には薄い頭と薄い生地でできた山広ひろバッグをプレゼントして いましたが今日この原稿初めて見た山博さんの生育具合に伴い番組グッズもリニューアルすることになりましたそういうことは事前に教えておいてくれへんのこの原稿を見て知る現在ニューノベルティ絶賛制作中ですのでお手元に届くまで楽しみにお待ちください私たちも知りませんこんなグッズができるのか生育具合に合わせたものになっているようです おいいですね。はい、そして山本社交クラブでドロッとしたメッセージをご紹介した方には山博さんの直筆応援メッセージリクオカードをプレゼントしているんです、はい、送ってこられると何かと困るという方は自体希望と書いておいていただければお送りしませんのでんご安心くださいこんな全国的に珍しいと思いますが<へ>なんやこれとかなんでピカイチラジオからえなんか読まれたんってことになると困る、うん、と家庭がややこしいみたいもありますのでこんな配慮もございます はい、メッセージの宛先はメールの方は山 ‐mbs1179.com y a m a m b s 1 1 7 9 c o m ックスは大阪066809-9090大阪066809-9090です。 番組の公式ツイッター、アットマーク山1179公式フェイスブックも見てみてください。皆さんのメッセージお待ちしております。山博のピカイチラジオは、山博と吉本新喜劇のスッチーと MBS アナウンサー古川恵子で、AM1179、FM906 の MBS ラジオからお送りしています。怒りの投稿、街中モンスターハンター モンスターペアレントにモンスターペーシェントさらにはモンスターおばちゃんまで現代の世の中にはさまざまなモンスターが出没していますそこで皆さんが街中で目撃した腹立たしい行動をとるモンスターたちを報告していただきますラジオネームパナパナさんが見つけたモンスターですうどん屋さんへ行った時のことです寒かったので鍋焼きうどんを注文私は半熟卵が苦手なので 卵を少し長めに煮てもらえますかとお願いしました、うん、わかりましたと店員さんに OK をもらいしばらくしてテーブルに運ばれてきた鍋焼きうどんの中を見るとつるつる真っ白の物体がなんとゆで卵がぽっかり浮いていたんです。<laughs> しかも冷たいやつ <laughs> そうじゃないよよ割ってくれよ確かにわがまま言った私も悪いかもしれへんけどゆで卵は違うわ隣のテーブルを見ると日替わり定食を食べているおっちゃんがいてついているサラダにゆで卵が乗っていました絶対それ入れたやろ <laughs> 分からんかね半熟が苦手な人ねいますよね料理する人間としてんこんなん入れたらおかしいって。 大概思わ、んわからんかな。なんでや。<laughs> うん、だってそういうオーダーをする人は結構いますよね。しますし、なんなら聞いてほしいですよね。うんうん。<laughs> それでずっとゆで卵入れてたから。<laughs> ゆで卵だなんならその長めにゆでる時間がもうもったいない。はい。こっちももういろいろわーっと次が次やらなあかん。けど。うん 卵を落とすタイミングを早くすりゃええだけのことなのでまあそりゃそうですけどね <laughs> ですよね、うん、そう思ってお願いしたんですけどねです,ですよね、うん、えパラパラさんはそうですねなんなんやろうこのうどんやっとしてあかんな,かんな <laughs> そ,そうですねこんなものを鍋焼きうどんってよう出したな <laughs> しかも冷たいやつって書いてある <laughs> だからほんまにもう最後に乗っけただけだわ最後ポンてる卵ね <laughs> はあ、鍋焼きうどんの卵ってどのぐらい硬いっていうか柔らかい硬いでいうとどんなんがいいですか、はい、僕全然柔らかくていいですもうなえたらもうほぼ、あのーうん、全部とろんで落としたまんまててまんまぐらいのがいいですいい感じ、はい、白身はほぼ固まり黄身も表面ちょっとこう固まっててほしいおお割といくねそれは、はい、完全に火とるのも嫌やけど、うん 君がトロトロもちょっとっていう。じゃあこのパナパナさんのオーダーに割と近いんじゃない。近いですね。はあ、はい。そうですか、はい。途中で全体に卵回るのがちょっと嫌なんです。ええー、ダメですか。はい。でも黄色がわーっと広がるのはちょっとあダメ。はい。<ー>それがうどんをまとうっそうそう,そう,そう卵をまとって。いや,そう,そ,ういやそうなんですじゃなくてやっぱ君は君の塊を食べたいんで。君は君の塊を食べたいの。はい <laughs> <ー>。<laughs> 君の塊。 ああ箸ですくえるぐらいいいは固まってほしい、うん、あ割れないぐらい,はい、はい、これでも食べ物の中で、はいうん、卵ほど細かく好み分かれるのもんないですよね,ね<ー>確かにねーほんまにだから,から今古川さんがおっしゃった、はい、こうやねって言うた中にも、うん、多分微妙に10人おったら10人 それぞれいやまだもうちょっとしっとりからだいぶパサパサまで火の取り方ありますよね、うんうん、あるある、うん、鍋焼きうどんはほぼほぼみんなとろっとした卵がいいなやと思ってしまってましたわちょっと固まってすこ取りたいすくいたいんですよ、ね、そうですかとろとろをポトンと落としてもって、うん、途中絶対言わらんと上手に食べて最後の最後にもう卵だけトロンってやる人もいるしあいるいるいる まあそれも一つの食べ方やし、白身も透明やねんけど、うん、あれ鍋焼きやから鍋熱いやん、うんくこう,こうわーっとかき混ったりなんかしてる間に、うん、白くなってくる。なんってきますね,よね、まあ。あの瞬間が好きやねん。うん、<laughs> 確かにわ <laughs> かります。うんうん、でも白身の透明まではちょっと白身は白くなってほしい。なってほしい。はい。いうことですね。はい。 でもゆで卵はいいや <laughs> 卵まではそうだからそんだけいろいろある中でも、ねうん、ゆで卵は全員がいやそれあかんや <laughs> それちゃうやろ鍋焼きうどんにゆで卵はちゃうやろ、うん、このうどん屋はセンスないですね,ですね、えー、つれづれのぺんぺん草さんが見つけたモンスターです私が出勤する朝8時頃の大阪駅のトイレは 個室待ちでででいいつも 4, 人並んでいます。す、うん、男性の方ですね。うん、家でしてくればいいのにと思いながら私はいつものようにショーの方に並んでいると、うん、若者が個室に並んでいる45人を追い越して空いた個室に駆け込みました、うん、順番を守らない失礼なやつだなと思っていたら「うん、次は俺の番だ!」とおぼしき男性が先を越された扉の前に立ちいきなり 扉を蹴り,は蹴り上げました<お>静かなトイレに響く怒りを込めたご音に私のおしっこも思わず止まりました、うん、扉を蹴り上げる行為は数回続きましたがほど、うん、なく他の個室が開いたので、うん、蹴り上げていた男性は入っていきました順番割り込みモンスターと扉蹴り上げモンスターを見てすごく気分の悪い朝の始まりでしたなるほどな。 切っってたんかなそれともーともさいやーその蹴り上げるっていうのはもうよっぽどやったんちゃうあの入った人間、ね、入,入,入った人はちょっとわからんなまあでも蹴り上げた人は一番前で見てたわけやからうんもう「ああっあ分かん」っていう人やったら蹴らないと思うんですよ腹立つけど、うん、蹴るあれもない 力もない行った人がねさっきうわっと行ったやつが「もうあかん!」っていう「ごめんなさい」も言われへんぐらいもうあかんでうわ入っていった人に対して確かにねそれはでも待ってる自分自身がまだもう少し余裕があるよっていう時かもしれへんやん蹴り上げる人もギリギリやったかもしれない蹴り上げる人は蹴ったら出てまうんで。 そうやねだから <laughs> 蹴る力もないっていうそれ,それするパワーさえね、うん、使いたくないっていう風に取ったんですよ、うん、だからあの待ってた人は余裕あったと思うんですよ蹴った人はで<ー>そのぶわっと横入りした人のそのどれぐらい緊迫感があったの、うん、その場合は、うん、もう大声でええから「うん、すんません」せんって言って「うせめて入れよ」っていう。うん うまあそれがなかったから消えたんですね。抜かれたっていうさ、うん、それにパッと見てそこまで緊迫感もなかったととほんまにもうあかんってなったら確かにれないですよもやっぱり自分ももうそろそろしたいっていうのがあるから他が入いたら入るんですね。 そうそのボケこれ出てくるまで待ったれっていう怒りにはならない、ね、ならないそれこそ余裕ないですわ、うん、行きたくって並んでるんですからねいやもうこれってすごいすごい景色ですねこれま想像ちょっとできますけどね家でやってこいって言うけどそのタイミングがね、まあ、家出る時はそうじゃないのよ、ね、電車乗ってるうちにね、うん、あれってなるもんなまあまあ 誰も漏れてなかったみたいで <laughs> ね、良かったですね。とりあえず良かったんじゃないですか。ということにしとこ。うん、あちなんかモンスターハンター、いろんなところにモンスターが登場しております。<laughs> 今日の一曲なんですけど、<laughs> あの塩見元彦さんっていう、えー、フィンガーピッキングのギタリストがいまして、この人はあの尾代太郎さんの兄弟子になるんですね。 去年亡くなった中川勇さんっていう、まあ、日本代表するフィンガーピッキング奏者の、えー、方の一番弟子がこの塩見元彦さんっていう方で若い頃はギターに関わる仕事をされていたんですけれどもその後一般企業に勤めてずっとまあ普通にお勤めされて2017年頃にまあ定年退職をしたのを機に音楽活動をままた。 どうやら再開されたということで、うんえー、その方が出されたワンサンドフォーオールというアルバム、えー、の中から、えー、同じく中川勲さんのお弟子さんであった岸部正明さんとのデュオであります、えー、オレンジジャムという曲を聴いてください素晴らしい曲です山博のピカイチラジオ MBS ラジオからお送りしています 山本社交クラブさあ始まりましたこのコーナーですはいこういうの来てるかな今日薄かったら嫌やななと言いますちさんのをおっしゃいましたが、はい、今日大事ですよね今日大事括弧つかないですよ、えーはい、じゃあ読みますんで、うん、あの今日初めて聞く方のためにこれはいつもより濃いか薄いかは後ほど判定していただけますでしょうか、はいはい、ラジオネーム七氏でお願いします、はい、という男性の方でございます。 現在53歳昨年末までセックスレス10年以上でした、うん、妻とだけではなく他の女性ともしていません<ー>一度他の女性と試みましたが無理でした、うん、妻もなしでいいということでなしの生活を10年以上送ってきました、うん、生涯なしでも特に不都合は感じていませんでした、うん 去年資格を取るための教室に通い始めましたその教室で同じ年頃の女性と仲良くなりました <laughs> LINE も交換しました彼女も既婚者ですやがて僕のことを好きですと言ってくれました、うん、ありがとうと返事をしました大人の恋愛の始まりねと言ってくれました、うん、でも僕はセックスレスです、うん、そのことを正直に彼女に打ち明けました、うん、彼女は大丈夫 と笑って言ってて言くれました、うん、そして初めての日、うん、彼女はいろいろと努力してくれましたがやはり大きくなりませんでした<ー>でも彼女は笑って「大丈夫」「反応してるしちゃんとできるようになるから私を信じて」と言いました、うん、彼女はとにかく褒めてくれるのです、うん、演技かもしれないですが感じている姿は生めかしく 見ていてたまらないものがあります、うん、さほど経験のある方ではないですが女性をこんなに感じさせたことはありません 2>,、うん、2週間後また会う約束をしましたうん、うん、その2週間の間に一度は一人でしておいてと言われましたうん、うん、その時の様子を知らせてとも言われましたうん、うん、僕は大きくならなかったけど少しは反応したと報告しました、うん それれれをこれからも続けてと言われました 2>,、うん、2回目会った時もやはり大きくなりませんでした、うん、でも彼女の手で触れられ口に含まれると、うん、とてつもなく気持ちいいのです、うん、そして最高に色っぽかったです、うん、3回目できるほどではないですが大きくなりました、うん、彼女はすごく喜んでくれましたその日は口の中で出ました 「うん、いっぱい出たよ」と言ってくれました <laughs>「あと少し」と励ましてくれました <laughs> 彼女はかんや循環が大事だと言ってくれました <laughs> 循環循環そして精神的なものだから楽しいと思ってくれること緊張しないことが大事と言ってくれました「うん、必ずできるようになるから私を信じて」と何度も言ってくれます<ー>そして2週間間隔での4回目、うん。うん ようやくちゃんとできました、うん、最高の気持ちでした彼女も喜んでくれましたでも彼女は次はもう少し長く持つように努力しようと言いました、うん、僕はもちろんと言いました、うん、それから2ヶ月ほど経ちました、うん、先週は3回会って 3回と申しましたしかも2回ずつです<う>彼女には高校生やんと笑われましたしかしすごいもんですね 人間はいくつになっても成長するもんですね。<ー>資格よりももっと大きなものを得たように感じています。資格も取れよちゃんと。勉強しに何しよんだよ。<laughs> しかし心配事があります。<は>彼女はモテるのです。<ー>教室では成績優秀で明るくて、飲み会ではお酒が好きで、下ネタもオケーで席の中心になります。うん、僕と同じレスの人がいると、 私に任せとき、できるようにしたるで、えー、と抱きついたりしています。えー、もちろん冗談なのですが、高校生のようにやきもちを焼いたりもします。うん、とにかく、楽しい第二の青春を楽しんでいます。いや、まあ、十分濃いんじゃないですか。皆様、こんな番組でございます。濃いですね。濃いですよ、これは。

的確なアドバイスだってまずねこの53歳の男性はもうあの10年の間にちょっと機能的なこともですけど精神的にももうちょっと無理だなってなってたわけでしょそうですねもういいやと両方ちゃんと時間をかけてこの時間かけると大事でしかも会ってない時の指導もしてこういうことやっておいてね次までこれ多分ね ほんまにそういうカウンセリングですと。でできるまでちゃんと見ますってなったらこれなんぼ払わなあかんねん言うぐらい別に変な意味じゃなくて名誉というかお金ちゃんと取れますよ仕事としてできますよこれだって普通にいや俺もそろそろと思って女性とそうなりました無理でしたもうそこでもう自信なくなってあもう無理やって普通はねそうなるもんなんですよね。 これ何回も何回もちょっとずついやだからさ、うん、もう長いこと使ってない井戸ね、うん、やっぱり頑張って何かよ呼ぶような水を枯れてる井戸はないんですよ、うんうん、やっぱり <laughs> でそこに水がある時ブッと出てきたらあんたえ3回が2回ずつかける3回6回やでそうです先週1週間に6回。1週間に そこまでに副長したんんだよ七瀬さんがね<ー>この女性は何者なんや <laughs> ねえ<ー>ほんまに資格を取ろうと思ってるんでしょうか、ね、いや何の資格だよな成績も優秀とか言ってるけどまあまあ飲み会も行ってるみたいほんで飲み会でレスの人が見たら「うんはい、私が」ってどんな話しとんねん飲み会で <laughs> こんな。<laughs> すごい技術はすごいと思うそしてその構造というかねそういうどういうふうにすれば治っていくんやっていうのも、うんまあ、熟知してますね緊張したらあかんよ、うん、楽しまないと無理だよ、うん、<と>これやっぱりそういうカウンセラーとか、うん、知識とかそういうものがバックボーンとしてあるんじゃない女の人が。 出、うん、ないとそこまで的確に指導できないですよ。はい、導けないですね。まあまあ学んだかどうかはともかく何人か過去に立ち直らせてほしいよね。今までにね。うん、でそれに喜びを感じてるのかもしれない。これひょっとしたら、うん、この男性が、うん、その資格を取りに行きますっていうのを奥さんが分かってて、うん、そこに送り込んだゆっ、うん、たらもう。 そういう職業の方やったらどうします。おいスチノジョうよ。ね。それがなんか、そういう物語。そうやない。俺。思いました。さんは、私はなしでいいよって言ってる。でも、それは、私どうすることもできへんし。もう今更、そんなも恥ずかしい。で、何回か、そう、なそうなりかけた時に、無理やったと思うんですよ。んで、もう、いいよって言いながらも、なんとか。なんとか直したい。と思ってて。 ある日なんか看板パッと目に入って <laughs>、うん、必ずあのレスをなくしますみたいななしま直しますと。はい、うん、でいろいろ話聞いて、うん、こういうのは自然じゃないとダメなんですと、うん、こういうとこ来てくださいって言っても旦那さん来ますよね。うん、あそうで,ねねでそういうので直さなと思ったら構えるから無理ですと。ですから旦那さんがなんかあのカルチャースクールであったりとか、うん、そういうとこ行って。 ってなったら教えてくださいと。私がそこに潜入します。うん、ただ <laughs> 結構な値段もしますよ。と。<laughs> ほーとりましたかね。俺がもし実は。だとしたら。<laughs> うん、もう壮大な舞台が用意されてたってことん。そうですよ。うん、だからもう名無しさんは。奥さんに大感謝やで、うんそう。ほんでこの女性は。なんかもうこの男性がふっとその女性にぐっときかけた時にはもうどっか行ってます。でも。男性としての。 昨日はもう副長してるわけや、うん、で奥さんとそうなる、うん、で何ぼ調べても、うん、その女性のデータ、うん、情報が全くないんですよい,いやもうそれでちょっとひと公演打てよ <laughs> いやいやなんでレスの話を新喜劇でせ、ね、ないか <laughs> いや十分話としてはおもろい<ねー> <laughs> 実はそうだった実はそうだったうんで最後は涙するわけや涙 ね感謝する、うん、感謝実はそこにはもう奥さんの愛情もあったっていうねあ<ー>、うん、やっぱりこのコーナーは栄光なやな勉強になりますね勉強なるでもこういう女性が実際いるんですよね。 普通なんかこうそうなりかけてあかんかったら恥かかしたら悪いかなみたいなでだんだんフェードアウトねしそうなもんですけど大丈夫大丈夫必ずできるようになるから自信あるんでしょうねそうですねどんな鍵でも開けますみたいな開けられなかったもんないですうん まあだからこの女のさ完全に自信ありますわ。ね、つま,たねまた一人これで自信つきましす、ねね。あかんかった時に。うん、あかんかったじゃないんですもん、ね。うん、まだもうこのよ,より、このよりよくなったよって。うん、だからやっぱそういうもんだよね。そのいわゆるよく E. D. とか。うん、いう機能障害みたいな言うじゃないですか。うんうんうん 僕のこのこがゼロじゃだからもう諦めてたものが生えてきてるっていう、うん、もう立つわけないやんと思ってるのが、うん、この方の献身的なもねうね、ん、サポートによってここまで復調したっていうのは。うん ゼロにはならならいんだよね<ー><ー>もしかしたら有名な方かもしれんから <laughs> その道で、うん、だからこの手の経験ある男性、うん、もしかしたら。<laughs> もしお聞きの方で あの方ですかみたいな。ああなるほど。右の鎖骨にほくろがありませんでしたか。ああみたいな。いやもういやほんまに本掛けるやん。ちゃんと舞台あのちゃ台本できるやん俺いやいあれでそれその女性がラジオで聞いててああこれもちょっとそろそろみたいな感じで右のほくろをすっと剥がすんですよ。なるほどそれは実はシールだよな。

あの、まあ、まあ、いい感じやな。ね。いや、でもおるんですね。おるんですね。深い話でしょ。これ、はいい話じゃ。しかも、濃いし。うん。なんか、今日でよかったです。この話は。なんだろう。ちょっと心温まる感じ。ね、ありましたね。ね。だから、言ったでしょ単なるエロのコーナーじゃないんですよ。このコーナーは。ね。はい。 もう一せっかくのお二いきましょうかはい、はい、健康診断さんです、はい、朝子どもたちのお弁当を作るため5時過ぎに起床掃除洗濯を済ませて10時から夕が、えー、昼3時まで近所のパン屋さんへパートへー仕事を終え買い物をして帰宅夕食の準備をして片付けてお風呂と 妻の一日を考えると頭が下がります、うん、そこまで考えると妻に少しでも睡眠をと思うのが一般的な考えかもしれませんが、うん、性欲が強い51歳の私はお構いなし、うん、<laughs> ついつい横に寝ている妻にすり寄ってしまうんです、うん、眠そうな表情の妻の上に乗りあんなことやこんなこと老体に鞭打って頑張りながら妻にどうやいいかと聞くと <laughs> ほとんど寝ている妻がいらっしゃいませ<え>寝ぼけてパート先のパン屋さんにいると思っているようでしたいろいろなテクニックを身につけ寝ぼけている妻が目を覚ますような夜の営みにしたいと考えています寝かしたり五 <laughs> <laughs> 時過ぎに起きんねんでねお弁当を作ってけどこっちもやな、うん、収まらへんのよんね、奥さん大好き、うん なるほど。ほんまに健全な。いいお便り。まあね。これはこれね。これはね。これはですね。めっちゃええやんこれは。寝ぼけて。いらっしゃいませ。一瞬ドキッとしましたけどね。ええ、なんか間違ってはんのかなと思って。 皆さん50過ぎてもいろいろございますね元気なみんなさっきのだってナナシさん53歳さんこの方は51歳でしょうまあまあまあこれからですよまだまだ皆さん頑張っていただいてどんどんとこの山本社交クラブに体験談あるいはいろんな思いをぶつけていただきたいなお待ちしております山本社交クラブでした山宏のピカイチラジオ。 MBS ラジオからお送りしていますピカイチ価値観調査これどやねでは参りましょう、はい、茨城のデッパハゲカッパさんですいつもありがとうございますのどやねんです,す、はい、昨今介護の対応だけでなく若い男性脱毛が普通になってきたようですねスーパー戦闘でもツルツルの若者に違和感を感じているおっさんですが、うん、そこで 男性の全身脱毛。うん、A あり、B なし。男性の全身脱毛。うん、自分としてでもいいですか。<う>一般的に。あ、そうですね。あそうだったらしてみるかどうかということも入ってくるからね。難しいな。うん。うん。でも質問でいうとしてみたいもしくはしたが A、B しない興味もない。うんうんうん もうんまあ基本 B ですけど、うん、何やろうちょっとぐらいつるつるに線でも、うん、ちょっと薄しはったら楽なんちゃうって思うことはありますね。ど,ねどこ <laughs> 毒を <laughs> っていうか、まあ、うち夫ひげが濃くて、うん、毎朝なんか血を流してるのを見るとかなんかちょっとなんやろ軽く脱毛レーザーで待ってて量を減らしといたら楽なんちゃうんかな、うん、とは思ってまうたっていうのは聞きますね、うんうん、とかでも、うん、あんまり濃いんやったらちょっと。 そうか濃いのは濃いので悩みがあるっていうことですねそうかだから僕 B ってやったのは多分そこまで大変やとか嫌やと思ったことがないからですよね。僕に至ってはなんで脱毛せんなあかんってせっかく生えてる生やしてんのにうん必死やん20錠やでサプリメント1日。 なんでかなと思うけど、うん、聞けばそうですね。多くて悩んでるる人もいらっしゃるしゃ、うん、そうじゃない人でも最近そういう流れになってたりとかで新喜劇期でも若手で全部その、えー、VIO って言うんですか、はいえー、だからお尻なんかも,もうそれなんでっつったら介護のためにって言うんですけど、うん、介護、うん、で僕思うのはんやろう最終的にもういろいろあってもう。 今、暇やしとか今、時間余裕あるしやるんやったらいいんですけど、お前、今せなあかんかっていうやつが多いんですよ。あ、それを他にまだやることあるやろ、努力すること。優先順位ね。でもあかんでんなこと言ったら、また言ったら言われるから、そこはじっと、そうか、うん、えんちゃうかって言うといたら、えんちゃう。そっか。ね僕は早やしますよ、もう。そう、僕は。 ある方がええっていう人もいるっていうの分かってるから。か、うん、感触のこと、うん？なるほどね。<laughs> はい、どうもお疲れ様でした。おはつりおめるお目にかかる方、えー、今日ね、えー、文化放送に出演させていただきましたラジオスターです。こんな感じで出てると思います。はい、色変わっていく。そう青から赤になったり緑になったり。 なるゲーム用らしいや聞こえへんからそりゃそうやわこれ別に LINE 通じてへんねんから遠くで何か喋ってるなっていうねへえあそんなんあるんですねこれでちゃんと今朝出ることができたのかはいちょっと心配ですけどねまだね楽しみ聞こうそれで初めて の方ももいらっっしししゃるかかれますん,んででね、うん、どうだったでしょうだたょこれだから第1回からこうやって YouTube 用の撮影をしてもらってるんですよ、うん、過去の放送聞きたければ、はい、全部 YouTube に上がっておりますこれはそのラジオではゆ言う予定なんですけど <laughs> これもあるよという放送の、えっと、言います YouTube ええ言います、はいはい そうですね、過去の聞けるっていうのはねなかなかないんでね10年分ですからねこれ忘れへんかなっメモしとくわと大事なことですからねそして最後のその脱毛のところでねんか今しゃべってましたなまあほかにもやることないかとそれ後輩にね言うにはね全然縁やけど 言うちょっと待ったほんでその終わってから、はい、これセッティングする間に、うん、その女の人もって話してたよいや,やっぱりねそのなんやろう清潔感、うん、よくみんなが言うのはあんまりない方が清潔やでって結構海外の方は,は言うしとけがねうん、うん、で介護の時にはない方がいいとか介護かつまりそおむつをね、うん 吹く時とかない方がいいよって言うんですけどなんかそのない人に対して僕魅力を感じないって思うんですねああだから逆もそうなんです魅力かうんつるんも言うたらあそこですねはいアンダーヘアあそこの話でしょ今全身っつって例えば脇であったりすねであったりとかもあるんでしょうけどうんだから 最終そこもってなった時になんか人間味感じ品というか、うん、<だ>やっぱり毛はあったうこれが、ね、今後10年20年になっ,た、うん、なってそれがもう当たり前になってきた時には、うん、生まれて目にするその成人男性成人女性がみんなそれがもうなくなっていってる、うん、もう8割9割なれたらある方が珍しいみたいになった時には、うん、その。 いやなんか人間見ないなとか何やろうなみたいな感覚なくなっていくと思うんですそれはそうですね、うん、それが一般化してるんですからだ我々はそれが見たい、うん、どうやったら見れるんだで <laughs> ようやくヘアヌードが出たとんでもないもんが出たぞ、うん、映ってでもええもんが発売されたぞっていうぐらい、うん、そこに対しての気持ちすごくめっ、うんうん、めちゃめちゃありましたよ、うん、最初見た時だからホンにびっくりしましたからねだかからなんか そういうい雑誌とかでも何かのミスでちょろっと一本見えただけで、うん、友達読んだもんですから <laughs> それむっちゃお宝やんっていうやつも、ね、<laughs> 見てみろそれが、うん、えー、え何十年先に、うん、そんなものはないやってるのが当たり前ってなったらそのその時の人らはそれでいいかもしれんけど我々の世代からすると、うん、人間見ないねんな まあ時代時代でね、うん、だから今みたいに部屋を移していいとか見せていいっていうのも、うん、まあ何十年か前の人たちからするとびっくりするようなことじゃないですか、うんまあ、まあ言ってみたらで,、うん、でも自分が例えば将来介護されるかもしれんと思ったらそ、うん、っておいた方がいいのかって今そでいいやんって僕思うんですよねその時にそってもらうわけなくなるってどんな感じなんでしょうね、うん でも今の,そのそいわゆるその脱毛は見える範囲はちょっと残して、うん、見えてないところあ<ー> <laughs> で,すですけどねを綺麗にする整えるらしいですねで本当に正面から見て見えるところはちょっと残すなんか自分で形決めてくださいって言われ,るて言われましたけどああそういうことかこの正面から見てこの上の部分な<っ>そう、まあ、三角なんか四角なんか<っ>ハートなんか知らんけどそこ、ねうん、は残していわゆるまあ,あのもっと下の方は、うん。 状態にするスペードとかなスペードねええかもしれへんなそういう味付けのるみたいなねあっピタンとこう四とかなだからそこが全くはちょっと今は受け入れられないですねちょっと一般的でないんですそれぐらいは残すとかっていうなってきたらまあそれはいいんやろうけどそうですね ななかったら何がどううんやろ、こう自分の感覚として例えば脇とかは、うん、汗流れるの早くスルーっといっちゃうと、ん、それはもう山宏さんの頭と一緒でそう、<laughs> そうね、うこの間も、うん、えったい辛い麻婆豆腐食べて、うん、びっくりするぐらい汗が、うん、もう一番今まで恥ずかしかったぐらいの汗が。 うわそれも全体に落ちるのよ松浦とか見てたら松浦まだねありますけどあるよねそれでもやっぱりその我々よりかは密度が薄いから薄いでザワつく変な話もうそういう辛い系熱い系は本当にハンカチとかタオルでここで結びたいここで食い止めたいああ ハンドハンカチ持ってたんですけど、もうぶっとボトムなのに。ボトム、ずっとくから。いやあの一時鼻毛を一気に抜くやつありましたね。中で固めて抜いて。いや僕もやったんですよ。面白かったんですよ。もう一気にもそんない痛ないですよ。あっぐらいの。本当に綺麗に取れるんですよ。で気持ちいいんですよ。わあなんもないみたいな。でもあかんで。これがね要はその。 ででああっったたりりとか食い止めるんですか止めるでしょうあと鼻水がほんまさっそう暑いもの食べた時あいかに食い止めてくれてたん大事やなっていうのが分かったんですね大事でだから脇なんかでも汗かくじゃないですかそれがもうザッと流れてくるやろしそうですねだから体温調整とかもねいろいろと調節か いろんなところでこれ無駄に入ってるわけでするとかねやっぱり必要なここの毛も基本はやっぱ必要なもんなんじゃないですかなんかねほんなんでこんなんが神様って嫌やなそのものすごい不利よ 寒いし何でしょうねこことかこことかはない方がええっていう風潮になってきてんのにここはないといけないとかねそうやねそうやねでこんなんもう割と東洋人ぐらいやねんない方がいいとかって言ってんのがイタリア行ってみにもうめっちゃモテるんでああそのあった方がいいね頭下げがハゲがハゲがいいってハゲが知的知的な魅力を感じるってイタリアには そういうアンケート結果が残ってる。まあイタリアの骨格とまた違いますからね。そうだね。もう何やろ。ハゲ似合う人とあーっていうのあるじゃないですか。おもろハゲと。かっこいい。かっこいいハゲと。二種目はおっさん喜んでるわ。俺。あら意地に出したぞ。いやー。 だから東洋人の顔にはどっちか言うとハゲ、うん、は面白く写っちゃうそうやっぱり全体にそういう骨格っていうかうんなってるんですよですよね <laughs> 残念な話で終わったやないませっかくあるのに抜く人もいればね <laughs> まあまあ好き好きということにしときましょうか、はい、とりあえずはねでも、うん、常識なんかもほんま変わっていきますからいやそうでしょうね、うん、いやほんまそうですそうです、うん、変わっていきますからね,ねじゃあ,まあ今日はこんなところで、はい、また来週でございます、はい、おやすみなさい